60歳の誕生日おめでとう。めでたく還暦ね。ありがとう。今日職場でも祝ってもらったよ。患者さんも声かけてくれてありがたいよな。そう、よかったわね。私も還暦祝いにいいこと教えてあげる。何かな。あんたの魅力はお金だけ。それ以外何もないから。ああ、言えてすっきり。え？何のことだ？そのままの意味よ。15年の結婚生活は全部偽物。あんたはただの ATM ってわけ。何言ってるんだよ。医者は収入が安定してるからいろいろ便利だし、そのくらいのメリットがなきゃあんたみたいなくたびれたおっさんと結婚するわけないじゃない。待ってくれ、急にどうしたんだ。演じるのも苦労したわよ。家族ごっこ楽しかったかしら。夢見れたでしょ。頭がついていかない。ずっと演技してたっていうのか。そういうこと。あんたも10歳下の若い奥さんと結婚できてよかったでしょ。ま、偽物夫婦だけど。そんな。退職金も私たちのものだから自分が使おうなんて思わないことね。退職金が目的なのか。それに私たちって。アサミだけど。嘘だろ。アサミもお前の目論見を知ってるのか。いやね、とっくに知ってるわよ。アサミもあんたの退職金楽しみにしてるんだから。どうして。俺はずっとお前たちのためにと思って。おかげで優雅に暮らせたわ。ほんと ATM としては優秀よね。男の魅力は1ミリもないけど。信じられない。何を言ってるのか理解できない。悲しむのは勝手だけど、これが現実なの。受け入れてよね。簡単に言うなよ。はあ、でもやっぱり開業医と結婚すればよかったわね。勤務医は給料安いんだもの。どういう意味だよ。そのままの意味よ。ま、若い開業医なんて争奪戦だし、あんたで手を打ったけどさ。なんだか自分のことじゃないみたいでまだ混乱してる。医者なのに頭悪いのね。こんなに分かりやすく言ってあげてるのに。急に言われても受け入れられるわけない。だって本当のことだもの。貯金も大したことなかったしね。かなり溜め込んでると思って期待してたのに。待て、何のことだ。話が見えない。あんたが独身時代からせっせと貯めてた貯金は全部私がいただいたってこと。なんだって。あれはいざという時の蓄えだぞ。気づかないのが悪いんじゃない。まあすぐになくなっちゃったけど。なくなったって全部か。何に使ったんだよ。まあいろいろよ。そろそろいいかしら。私今から出かけるから。まだ話すことがあるんだよ。おい、七子。1時間後。あさみ、今はいいか。何、仕事終わったばっかで疲れてんだけど。七子からちょっと聞いたんだが、まだ信じられなくて。ああ、それ、ママ誕生日にバラすって張り切ってたもんね。さすが有言実行派。やっぱりあさみも知ってたのか。当たり前でしょ。ママが嘘言ってるって思った。残念でした。そんな、マジ金持ってくるしか能がないんだからさ、早く退職金だけ渡して出てってよ。家族だと思ってたのは俺だけなのか。そういうこと。父親だなんて思ってないし、てか恥ずかしいのよね、こんな冴えないおっさんでさ。お前は七子の連れ子だけど、俺は本当の娘だと思ってたよ。麻美の花嫁姿を楽しみにしてた。はあ、血も繋がってないのに。私ハイスペック男と結婚して玉の腰に乗るから、勤務医なんて紹介するのも恥ずかしいのよね。あ、結婚式には出ないでよ。式には出させてほしい。血の繋がりはないが15年育てた娘だ。結婚近いのか。まだ婚活中よ。ハイレベルなパーティーに行きたいし、服も買わなきゃだし、金持ってきてくれないと困るのよ。お前も金か。七子は最初から金目当てで俺と再婚したと言ってたよ。麻美はいつからそのことを知ってたんだ。最初から全部知ってて再婚に賛成したの。ママも便利な男見つけたよね。っていうか見繰りしすぎ。少しでも家族だったって信じたいんだろうけどさ、そんなのかけらもないし、もう夢見てないで諦めてよね。そうか、まだ混乱してるけど分かったよ。やっと。遅すぎ。じゃあ私買い物行ってくるんで、お金だけは持ってきてよね。 ATM らしく。まさか誕生日にこんな辛い思いをするとは思いもしませんでした。俺は平川雄介、国立病院で医師をしています。15年前七子と知り合い結婚しました。七子には離婚歴があり、娘麻美がいましたが、私は気になりませんでした。むしろ一気に3人家族になれてとても嬉しく思っていました。七子は10歳下の年の差婚でしたが、思い合えていると思っていましたし、麻美のことも本当の娘のように可愛がってきたつもりです。まさか親子ともども
金目当てだったなんて。この15年間は何だったのでしょう。金遣いが荒いところは年はありましたが、休みの日は家族で食事したりと仲は悪くなかったはずです。突然の氷平と罵詈雑言の嵐、私はショックが強すぎてしばらく食事も喉を通らず抜け殻のような日々。唯一の救いは仕事でした。私を頼ってくれる患者さんに医師として誠意を持って接する、その時間があってようやく精神のバランスを保っていました。しかしこの後さらなる衝撃を受けることになるのです。2週間後。3月に入ったしそろそろかしらね。何のことだ。大体わからない。定年になったらあんたもう用済み、離婚してもらうから。やっぱりそうきたか。本当に俺には1ミリの愛情もないのか。あんたは ATM だって言ったじゃない。使用期限切れたら一緒にいる意味ないでしょ。そんな簡単に。ひどすぎる。この15年は何だったんだよ。まあギブアンドテイクの関係よ。あんたは家族と幸せに暮らす幻想、私たちはお金といい家、わかる？もう無理なのはわかるよ。じゃあ OK ね。やっと解放されるわ。これからの人生を楽しまなきゃ。別人のようだな。どうして見抜けなかったのか。自分が情けないよ。私の演技力のなせる技ね。財産分与と養育費よろしく。退職金入るんでしょ。金の話ばかりだな。当たり前でしょ。あんたの存在価値が金だけだもの。退職金が最後の取りってこと。財産分与すればあんたにも少しは残るじゃない。感謝してよね。もういい、わかった。ああそれとあんたのカード私が使ってるから。なんだって、勝手に持ってったのか。あんたって基本現金派だから財布の奥にあるカードの1枚や2枚抜いても全然気づかないのよね。ちょろすぎ。信じられない。いくら使ったんだよ。知らないわよ。いちいち覚えてないし。貯金全部ないんだからカード使うしかないじゃない。俺がお前たちに何かしたか。なんでそんなことができるんだよ。うるさいわね。 ATM がわめくんじゃないわよ。本当に信じられない。最後の仕事だと思えばいいでしょ。もう離婚するんだし。離婚は麻美にも言ってるのか。当然よ。麻美も大賛成。一緒にこの時を待ってたの。そうか、最初から俺には家族なんていなかったんだな。やっと実感したかしら。離婚届は用意してあるから。もう書いたのか。最低限の話し合いは常識だろ。そんなの無駄。あんたも早く書いてよね。言っとくけど退職金の分与は絶対してもらうから。1ヶ月後。今日は送別会なんでしょ。そうだけど。ついにあんたも定年ね。この日をどんなに待ったか。退職金が入ったら離婚届提出しなさいよ。私やっと自由を手に入れられるわ。この前から思ってたけど、なんか勘違いしてないか。何言ってんのよ。俺の定年は5年後だが。は？冗談でしょ。苦し紛れの嘘なんてみっともないわよ。本当だよ。国立病院の医師は65歳が定年だから。何よそれ、知らないわよ。お前が勝手に勘違いしたんだろ。今日だって送別会なんでしょ。送別されるのは俺じゃない、他の病院に行く別の医師だよ。そんな、やっぱり勘違いしてたんだな。バカなやつだよ。じゃあ退職金は5年後だな。嘘でしょ。残念だったな。そうお前たちの思惑通りにはいかないんだよ。簡単なことよ。離婚はなしにしましょう。私ゆうすけを愛してる。よくそんな見えついた嘘。もう騙されないから無駄だぞ。嘘じゃないわ。失いかけて気づいたのよ。私にはあなたしかいないって。いや無理だ。俺がどんな思いをしたと思う。どれほど絶望したかわかるか。だからこそよ。その傷ついた心を癒せるのは私だけだもの。これからも家族で仲良く暮らせるわよね。絶対にありえない。また私が妻としてそばにいてあげる。嬉しいでしょ。あのさ、もう離婚届出してるから赤の他人なんだよ。え、ちょっとどういうこと。そのままの意味だよ。そもそも離婚届書いて出しとけと言ったのはお前だろ。それはでも今は違うの。離婚したくないの。もう受理されてるから。嘘。すでに離婚した。あ、そう。じゃあ離婚でいいわ。退職金が入らないのは惜しいけど仕方ないわね。財産分与と養育費頼むわよ。離婚だって騒ぐ割には何も知らないし詰めが甘いよな。は？脳なしはそっちじゃない。偉そうに。麻美はもうすぐ29歳だ。とっくに成人して働いてるんだから養育費は必要ない。え？そんなことも知らないのか。一般常識だろ。何を勝ち誇って。財産分与はしっかりしてもらうから。
財産分与ねえ、どの口が偉そうなこと言ってんだよ。文句あんの？お前さ、浮気してるよな。は？してないわよ。わけわかんない。嘘つくだけ無駄だぞ。浮気の証拠は山ほどある。写真も動画もバッチリだ。相手は不特定多数だな。出会い系でも使ったか？何なの？どういうこと？離婚切り出された時にお前たちの目論見通りになるのはごめんだって思ってな。ほぼ毎晩出かけてばっかで怪しいと思ったし、更新状を使って調査した。いつの間に？違うのよ。ちょっと友達と飲んでて。さすがに驚いたようだな。そういや、調査報告の写真見たけど、随分と若作りしてるな。恥ずかしくないのか？中身良ければ年齢関係なく魅力的だが、50歳の昭和る金子女で残念だ。それはただの遊びよ。本気じゃない。だからなんだよ。俺が許すと思うか？俺のことも本気じゃないだろ。ゆうすけは本気よ。本当に愛してる。見苦しいぞ。そんな嘘はどうでもいい。俺が言いたいのは、浮気してて証拠も掴んでるから、財産分与はお前に不利だし、なしの可能性もあるってことだ。そんな、ひどい。私の計画が。慰謝料も請求するからな。は？慰謝料？払えない。知らん。ついでに言うと、連日連夜のホスト通いもバレてる。もう呆れるしかないな。待てよ、遊びだってば。ただのストレス発散よ。お前にストレスがあるとはな。とにかく貯金を使い込み、俺のカードで散財した分の金は返してもらうぞ。待って、嘘、無理。私お金ないの。だろうな。ほらか、だって私を許して。また一緒に暮らしたいの。やり直すチャンスをちょうだい。チャンスはないよ。ちなみに家も売りに出すから、荷物まとめて出て行ってくれ。麻美にも言っといて。え、家なくなるの？あのマンションは結婚前に俺が買ったものだからな。どうしようと勝手だ。もうあそこにはいたくないんでね。他に家探すから。ごめんなさい、私が悪かったわ。どうかしてたの？私にはやっぱりユウスケが必要よ。 ATM としてだろ。使用期限が伸びたからな。違うわ、信じて。本当にあなたを愛してるの。愛してるのは俺じゃなくて金だろ。言っとくが、お前の言葉一つも信じられないし、聞く価値もない。待って、本当よ。私どうかしてて目が覚めたのよ。話すだけ無駄だ。あとは弁護士から連絡が来るだろう。そっちと話してくれ。待って。お願い、許してください。見捨てないで。後日だ。その後俺は弁護士を介して奈々子に慰謝料を請求しました。もちろん勝手に引き落とした貯金や使い込んだカードの支払いも同時に請求しています。奈々子はひとしきり弁護士に文句を言ったそうですが、どうしようもないと分かったのか泣きながら応じたと聞きました。今は昼はパートをしながら熟女系の夜の店でも働いて金を支払っているそうです。麻美は奈々子同様貯金がなく住むところがないと俺にすがりつき謝ってきましたが、きっぱり縁を切りました。もう家族に戻れるはずがありませんよね。職場をついにクビになったそうで、資格も特技もない中パートで食いつないでいるとか、玉の輿の夢は消え去りましたね。二人は生活が少しでも楽になるよう一緒に暮らしているそうですが、親子仲は悪くお互いを責め立てて喧嘩ばかりだそうですよ。俺は引っ越して心機一転、ますます仕事に励み充実した毎日を送っています。職場からは65歳と言わず長く働いてほしいと言われました。一人でも多くの患者さんを笑顔にしたいので、健康を意識し始めた朝のウォーキングが今では楽しみとなっています。